眼科医が考案、自宅でできる視力回復メソッド。どうも、ターセイ TV の神崎です。1日たった5分かけるだけで視力回復ができるという夢のような商品が売っていたので迷わず購入いたしました。1日5分かけるだけ。それでは早速開けてみましょう。この箱の中身はね、このメガネだけでしたね。で、あと何か付いてるんですか。これだけみたいですね。空っぽでしたね。で、視力回復メソッドとは？視力回復メソッドとは、1眼筋トレーニングメガネで目の筋力を柔軟にする。2チベットホイールで目の筋力を鍛える。3アイネック体操で目の血行を促進する。なるほど、この3つでいいんですね。これぐらいならね、できそうな感じがします。ちょっとね、これ本なんでね、内容はお見せできないんですけど。なるほど、いいことが書いてますね。絵の縁を片目でなぞる。そんなどこついてるんですかね。あったあった、これですね。これもね、ちょっとね、お見せできないからモザイク処理になると思うんですけど、これで目の筋肉が鍛えられるんですね。私の場合老眼ですので、目をこう近づけてするんですね。それではとりあえずちょっとかけてみましょう。この眼鏡をかけた時の見え方のイメージとしては大体こんな感じです。以前100均で買った商品はね、ここにもっと穴がいっぱい開いてたんですけど、これはね、穴が5つだけ開いてますね。でもこれでもね、この小さい穴から向こうが見えるんですね。でもまあ、これね、1日5分ぐらいでしたらね、なんとか続けられるんじゃないですかね。で、ただ単にね、こういう風な眼鏡かけるだけじゃなくてね、こういうね、プログラムに沿ってね、視力回復をしていくというね、やり方がやっぱいいですよね。で、こういうね、本の部分に書いてるね、目にとっていいこととか悪いことですね、これをですね、正しく認識してですね、実行していくのがより好ましいんじゃないでしょうか。でね、私の場合ね、子供の時から視力が 2.0 ありましてね、もともと遠視気味なんでね、やっぱりこの老眼来るのも早いんですね。で、知り合いのメガネ屋さんがですね、年して安物の老眼鏡を使ったら恥ずかしいでってことで、いい老眼鏡を作ってくれ。1日5分かけるだけ。で、これですね、昨日本屋さん行った時に見つけたんですけどね、1260円もしたんで、なんとしても視力回復してみたいと思います。はい、そんな感じで今回は自宅でできる視力回復メソッドでした。ターセイ TV。